そう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 、何の音？いやちょっとこの長かったっけ。おっそすー、魔女の家 MV 続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。変に静かやなおい。で前回おうどうしたの兵隊さん、首が折れている。ちょっと待って、前回指輪がないないってこいつが言うてて、こっち戻ったらなんかちょっと世界が変わってます的な感じなんですけど、やっぱここなんかな。暖炉覗く。ん？よく見ると床に穴が開いており鉄はしごがかかっている。おう、バイオセブンやんけ。あれあれ、移動どうしたの、さっきのやつかな。あ、外にいたのに暖炉覗いてる間にこっち来よった。おります。おお、あ、何の音これ。なんか、おいちょい、くっそー腹立つ。石膏像、微妙に髪型が違う女性。あ、ここってあれか、毒味したところじゃない。何がグツグツなってんの。あ、めっちゃ矢印書いてくれてるやん。そんなのは従いません。うぅあーあああ、ちょっと動けません。どいて、わかんない。こっちは開かない。矢印の方にしか行けないと。はしご登れるけど。うっくそ腹立つわ。扉開けます。何がグツグツなってんの。なんか前より暗なってない。あ、黒くネバネバしたものがまとわりついている。これか、火かかってる。止める、つけっぱなしあかんで。あ、なんかおい、こんな扉なかったよね。わかんない。ういあ、こっち行けてね。わかったよ。うわ、なんじゃここ歩くの遅そう。あ、なんか光ってる。肋骨の隙間にお箸が刺さっている。金の箸。なになに、お箸。あ、いや、そんだけやな。へえ、今までこの館に来た人々なんでしょうか。おい、動いとったぞ。ちょっと、あ、ごめん、踏んじゃった。んー、何がこれ床を踏んじゃったよ。ちょっと、あ、パリって言っちゃう。乾いた音です。え、熱い鍋見る。金属製の鍋、随分使い込まれている。
匂いを嗅ぐ。変な匂いがする。食欲はそそられない。開けます。近くにあった布巾で蓋を掴んで開けた。は？蓋の取れた鍋見る。どす黒いウインナーと色あせたキャベツのスープが煮立っている。匂いを嗅ぐ。豚の内臓が腐ったような匂い。嗅いだことあんのかい。探る。とても素手では触れない。まあ、じゃあこれを。お箸。ああ。何の音よ。ん？なんか箸に引っかかった。豚の指輪。ん？これ外になんか見えてるのが豚の指輪じゃなくて？まだお箸あるやん。装飾は黒ずんで見る影もない。悪臭がする。これを洗ったりとか。うわ、違うな。これで開かない。開かない。お手紙。使ったものは元の場所に。え、金のお箸。お箸じゃあ戻すよ。どこに？肋骨やったよね。箸戻した。あ、オッケー。ちょっと動いてる。どれも手首から先がない。あー、やっぱじゃあ手を貸してお亡くなりになられた方々。んー、さっき何が。うい、なんじゃい。これで、あ、いける。ただいま。誰かが階段を降りてくる音が聞こえる。5、4、3。え、な、ちょいちょい、な、なんか、なんか当たった。うおお、とととと、なんじゃい。5秒って出たよね。なんか包丁持って、てかどっから入ってきてあいつ。あ、いけない。あ、いけない。あの人じゃあ低下してあげた。あの包丁の持ってた感じだったで今。5秒4秒。何がトゥン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 。うう、パンパンって。あれなんな。これで。ただいま、帰ってきたよ。ちゃんとでも矢印書いてくれてるね。猫やーい。あ、普通にセーブするだけかい。これって歩いた歩数で時間が進んでんのかな。いや、そういうわけじゃない。なんか実際の時間と全然合わんのよな。行きまーす。え、指輪ってこれでいいの？つけてあげる。ほら、これはありがとう。え、それでよかったん？豚の指輪探してたんや。うい。あらー、趣味悪い。指輪つけるから赤い液体が染み出している。なぜ？変化なし。あー、やだやだ。あ、ちょっと動いたよ今。お前ちょっと動いたやろ今。
何よ。行くよ。闇が広がっている。あ、お城。うい。え？あ、あ、なんかが飛び出してきて魔女が止めてくれたね。ガラスの上で止まれへんね。鮮度グラスが割れている。外は真っ暗で何も見えない。助けてくれた？あ、うん、意味深。色を合わす的な感じ？でも紫。あら、進めねえか。あー、持ったらなんか遅っ。うん、色を合わす感じじゃなくて。はい、なんとなくそんなイメージをね。これで紫が足りひんのよね。紫はお前だみたいにならへん？大丈夫？どっかで鍵の開く音。あ、ここの、ああ、もうまた人形ちょっとこっち見た。微笑んでる。紫はお前だよってならへん？大丈夫？どこここ？やあ、ここが最上階みたいだよ。おや、もうラスト近い感じかい？あ、花が喋った。ごきげんよう。はい、ごきげんよう。ん？気味の悪い緑色の植物が道を塞いでいる。緑は鳥が食べる。鳥。なんじゃい。黄色い花。誰かあの子を罰してくださらないかしら。そうすれば、そうね。私たちの頭にできる粉を少しばかり分けて差し上げるのに。粉？本当にイライラするってないわ。あの子さえいなきゃ、私たちがここいらで一番美しいのに。ねえ。なんやこいつら。あ、ずいぶん太い腕が生えているのね。おほほ。しばくぞ。あの子って誰や？ん？ベッドが三つ？時計に触れる。おいどい。うわぁ、そんななる。初見殺しが半端ねえ。あ、花をちょめせばお前も死ぬ。花を何すんにゃ。おい、もうそれやめ。魔女の日記。女の子が遊びに来た。金色の髪を三つ編みにした可愛い女の子。あら、自分のことですか。髪型変えろ。今そっと三つ編みほどけ。んー、あ、こっちも行ける？あ、真っ暗で何も見えない。帰ってきた。んー、ほんなら、向こう側か。失礼。ん、饒舌な花たち。彼女たちは美しく、そしておしゃべり。彼女たちの特徴をここに記す。白い花はこの庭の中で一番美しい。雨に当たると不思議なことに花びらが光る。赤い草、物知り。しかし彼女たちは常に嘘をつくので、会話の際には注意が必要。
黄色い花は可愛らしいが正確に難がある。この花から取れる粉は人を殺しも生かしもする高級な薬。さっきのが黄色か。じゃあ、うん、緑は鳥が食べるとか言ってたよね。穴は？さささささこっちは、うん、薬を。中から何者かのうめき声。誰？上グッホゴッホ。薬あんた薬持ってないか？持ってる。少しいいんだ、分けてくれ、頼む。持ってませんでした。金属製の鳥かご。何かが力なく羽ばたいている。わかんない、何もできへんな。じゃあ、あ、赤い草。花のちょめし方を聞きに来たの？来たくない、つまらない女ね。なんじゃ、聞きたい。引きちぎる方法と引き抜く方法のうち少なくとも一つは正しいちょめし方は？ん？引きちぎる方法と引き抜く方法のうち少なくとも一つは正しい。引き抜く方法も手折る方法もどちらも正しい。赤い草嘘つくって言ったよね。ってことはどちらも正しくないってことか。3つの方法の中には1つも正しいちょめし方はない。だから花をちょめすのはやめなさい。引き抜くどちらも正しくないやから引きちぎったらいいんじゃん。あれ、骸骨あったっけ。拾う。は？俺は何しにここに来たんや。赤いん？ごきげんよう。ごきげんよう。え、何せなあかんやったっけ。白は雨に当たると不思議なことに花びらが光る。で、赤い草は嘘つきでしょ。黄色い花で、黄色はこの薬が欲しかったらあの子をつってんやんな。それが白い花ってことか。じゃあ引きちぎる。うい。あれあれあれ、引きちぎるが正解言っちゃいましたっけ。あなた、引きちぎる、引き抜く、少なくとも一つは正しいちょめし方ってことはどっちも正しくないってこと。ちぎるのも抜くのもダメよ。どちらも正しい、どちらも正しくない。もうわけわからんな。手折るかな。じゃあ手折っちゃえ。うい。え、奇妙な声を発して美しい花は息絶えた。白い花びらが散っている。持っていく。わわわと茂った大樹。ん？これでどうなの？どうしたよ？聞こえた？あの子の醜い声。聞こえた聞こえた聞こえた。あははははは、は、あ、ん？お？ああ、約束のものね。差し上げてよ。あ、白灰色の粉。おしゃべりまだしてんの？ここは来たね。こっちが真っ暗なのよね。あら、今誰かいたよね。
喋ってくれない。鳥が食べるって言ってるけど、鳥に粉か。違うな。こいつかじゃあ。ゴッホ。ゴッホにあげたらいいんか。粉。何者かは鉄格子につかみかかった。おい、それをよこせ。あげない。ああ。怒られた。てんてん。あげる。粉を差し入れた。何者かは素早く粉を手に取った。なんてこった。あれがねえや。あれがねえと。あれがねえと吸えねえじゃねえか。鳥籠が倒れて扉の金具が緩んでいる。開ける。こじ開けた。あ、見えない何かが飛び出していった。見えたよ。お前にあれか？頭蓋骨か？あれ違うな。花の残骸。いや違う。ひそひそ。吸えるもの、吸えるもの、闇に隠した。さっきのあれか。ああ、こっちも生きるようになってるやん。穴には何もできない。おお。水は頭蓋骨が封印している。壺手入れる。頭蓋骨が、ああ、あれ頭蓋骨2つダブル頭蓋骨ですね。うわー、え、頭蓋骨4つ集めなあかん感じ。レバー、セイ、なんも起こらへん。何これ、4つ頭蓋骨集めんのかな。水は頭蓋骨が封印。こっち、ああ、こっちもいけるわ。鳥が食べたんや。15。え、何が。え、毒素発生中、色のない靴で通ること。色のない靴。ドクロの兵士という本。あるところに兵士がいた。彼の国は滅んだが、彼はそのことに気がつかず、さらには自分が死んだことにも気がつかなかった。ええ、その兵士は死してもなお見張り続けていた。あ、城跡、城跡の真ん中に立って、正面、右左、正面、右左。え？あ、ダッシュできひん、ここ。空き瓶持っていく。ほこりまみれ、頭蓋骨、あ、持ってけ。一回逃げろ。うい。で、ここはなんもない。で、色のない靴。ういよじゃあ違うんだな。頭蓋骨が今これで3つ。もうこっちはいけない。で、これ触ったらあかんよね。花の残骸。ん？花びらを瓶に入れるってなんや。あ、空き瓶。花びらを瓶に入れる。ん？これがあれか？吸えるものなのか？取りまーす。これで、なんかできる？いや、できんな。
闇に隠した吸えるもの。闇に隠した、ここが怪しいよね。何もできん。こっち鳥がいただけやったもんな。闇に隠したってことはやっぱあの真っ暗で多分進めへんところよね。白い花びらが入ってる瓶いる？お前らこれ欲しかったんじゃん。違うのね。変化なし。他行けるところというか、靴はどうしたらいいんや。色のない靴、色のない靴をください。これはヒント、定石の真ん中に立って正面右左、正面右左。でもあと一個多分骸骨さんいると思うのよな。正面右左、正面右左。あ、なるほどね。右左、ここに正面右左、正面右左、正面右、ここ左やな、左。いやでもあと一個、あと一個いるよね。引く。何も起こらない。瓶置いたろ、瓶。置けません。頭蓋骨闇に隠した。そこでしょ、だから。ここよ。真っ暗で何も、行け行け。ご利用せ、ご利用せ。あかんのか。この、じゃあ、花びら、入りの瓶がなんかできるってことやんな。あとはこれで道を切り開くしかないぞ。こっち戻ってもしゃあないでしょ。なんかないか、花びら入りの。使えそうにない。何も入ってない。ここで花びら入り、花びら。骸骨をあと一個手に入れることができればいいんやけど、時間待ってみる？ 1、0。 どういうこと？吸えるもの、真っ暗で何も見えない、ここ何もできない、闇に隠した吸えるもの、何もできへんよね。いや
できませんで何も。そこの見えない大きな穴、ジャンプ無理やな。闇に隠したって言うとるから、あそこに行けば行けると思うんやけど、退治も何もできひんでしょう。お前セーブするだけ。ジンジャーティーは取れない。イチゴのショートケーキとかも何もできひんし、俺触ったら死ぬ。積んでない？あ、なんかあるやんけ。机の下のぞく。懐中電灯。あ、頭蓋骨かい。闇に隠したんちゃうんかい。なんか血ついてるしよ。そんなところに頭蓋骨隠さないで。よし、これで最後の一個。正面右左、正面やな、正面。これでどう？ドホン。え？水の流れる音がした。水。ちょ山田くんのかーい。やられたぜ。早く。おお、まだ来る。もう来ない。え、まだいる。で、おたまじゃくし。お父さん死んじゃった。おたまじゃくしが喋ってるで。あ、水入れれる。花びら入りの瓶に水を入れた。瓶が光を放ち始めた。発光する瓶。ああ、なるほど、これで。あ、動いたよ、今。これで、こっち行けるってことだよね。うわあ、暗、狭。一本道ですか？うん？急に来られてもこんな。ここにまみれの汚いタンス。机の下。何も落ちてない。なんか探してるんでしたっけ？靴か。あ、やだ。やだやだ。狭っ。うっ、通り抜けんなや。うわ、開ける？開けたろ。じゃあ開かんない。開かへんのかい。開くんかい。誰も入ってない。やめて。何これ。あ、あ、タンス、タンス。ん？お、なんか入ってる。翡翠のパイプ。ああ、これで吸えるってことか。おい、喧嘩ってのかお前。なんや。これ絶対、もう。あの、棺桶ゾーンも。やめて。みんなボコボコにされてる。どっちだったっけ？あ、これ机。は？こっち？刺
そう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 さささ、何の音？いやちょっとこんな長かったっけ？そう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 。見えん見えん。なんか一応動いてる？ちょっと。何の音よ？あ。ドア。帰ってきた。なんもないんか。何今の。で、瓶落としたけど、翡翠のパイプを手に入れました。これで、うん。本閉じた。これで吸えるんじゃない？投げる。投げれました。何者かに拾い上げられた。ああ、これは、へへ、俺のだ、俺の。あ、何者かが牢屋の奥に消えていった。あ、誰？隣の牢屋から何者かが出ていく音がした。えっ！せっかく隠しておいたのに。あ、そうなん？それはちょっと知りませんで。甘い香り。鍵開いてる。どっちか張りましたやろ。和むわ、おたまじゃくし。で、こっちは？あ、いなくなってる。寂しいな。これで、じゃあ。え、結局でも靴は、まだ、見つかってないよね。15。色のない靴。持ってないから、あ、全然ダメ。え？色のない靴。まだなんかあんのか。もう！変わった様子ないよね。変わってません。ん？花瓶が倒れて通り抜けられます。え？開かない。ん？もう一通り行ったぞ。こってないというか、こっちじゃなさそうよ。ん？行けへんのよね。これかじゃあ。触る。おい。一緒やんけ。ああ。ベッド。変化なし。ああ。体重。ここなんか変化ある？読めなくなってるね。色のない靴。いや、何もでけへん。色のない靴は、あ、扉開けれるよ。楽しいお菓子作りかな？ん？
病気の子を持つ親へかな。なんやこれ、薬物依存症。どれも汚れていて読めそうにない。薄汚れた裁縫道具や壊れた調理器具が乱雑に入っている。特に役に立ちそうなものはない。何？布にくるまれた何か取る。あ、靴。え、赤やで。でも血を流せ。え、わ、血を流せ。嫌です。内側も外側も赤一色で塗り込められている気味の悪い靴。履く。あ、ちゃんと変わった。おいバカな。いや、お、なんじゃい。履いた履いた。あははは。いや履いてないで俺。まだ履いてない。あ、あれがなんか色のない靴と関係してるってことよな。あ、こっちじゃない。いけないってことはこっちか。でも色のない靴言うてるからな。履く。ちゃうやんけ。色を抜かなあかんのか。ここ澄んだ水。あ、洗える。靴の血が、うわ、血なのね。透明な色が現れた。ガラスの靴。死んだオタマジャクシが浮いている。ごめーん。あ、何回？それは無理やわ。え？あ、ちょ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 。初見殺しすぎるわ、今の。もう大丈夫？はい。いける。ふざけやがって。オッケー。うーん、ガラスの靴、毒の上を歩ける、自動で使用される。じゃあこの感じであそこを進んでいくんですね。オッケー。ではまだあるので、この続きまた次回プレイしていきたいと思います。いや、トラップ多すぎるわ。それではまた。よろしくどうぞ。